はい、どうも、茂木どなりです、バッハコラルアナリーゼ講座、略して BCA 第3回ですね、第3回目ですね。では行ってみましょう。このね、この前は今日は、この前はこうだったんで、今日は第2フェルマータから第3フェルマータまでのここですね。これですね。ここですね。じゃあまずはまあ聞いてみますか。ドーミーソと、ドーミーソと、アルトがド、トニックで、バスがトニックですね。トニック重複で。で、まあ、ここはまあ、同じ和音を繰り返してまして、ちょっとごめんなさい。と繰り返して、ここからドがドシラ、ドシラと、まあ、スーパートニックに行くと。このシがドシラのシは経過音ですよね。で、まあここでね、まあミがミファソと上がってますよね。こっちはソファミと下がってますね。こういう形よくありますよね。あの真ん中でオクターブでつないで、一方がソから、一方がドミ、一方がミからソに行ったら、逆に違う方はソからミに下がると。こっちはミファソミファソソファミと、それで交換してるんです。交換というか、結局真ん中はオクターブですけど、3つ目の和音はまた同じ位置になってますよね。こういうふうに配置変化的な、大きな3つの和音を使った配置変化的なチェンジって感じ。まあ、こういうのよくありますよね。それで、まあ、あれですよね。ミがファに行きますよね。で、こっちのソがファに行くと。だからファがファで、スーパートニックのレファラのファを重複してる、サード重複ですよね。で、ドはレに行って、で、ドシラと、ラに下がって、ここで、レーファーファーラでですよね。ここはね、サード重複。まあマイナーコードのサード重複っていうのは、スーパートニックはマイナーコードなんで、まあ良好ですよね。それで今度ラシド、ラシドと上がると、ラッシドと上がって、まあこのシも経過音ですよね。まあここ経過音と取るか、ちょっとまたここはあの人によって違うかもしれないんですけど、レファーファーラーでラがラシに行くと、シレファーファーができるじゃないですか。つまりリーディングノートコードの一点、シレファーファーと。できるんですけど、まあ、僕はやっぱりリーディングノートコードと取るよりも、あのスーパートニックと分析したいですね。なんか感覚なんですけど、まあ、感覚感覚もあるんですけど、ここで ここを見てください。ここはまあとあれですよね、シですよね。ここシだとしたら、ここはファじゃないですか。つまり言語度から両方とも順次で上がってるんで、完全語度にいってますよね。このドミソと、ドミソっていうかドとソ、ちょっと2声だけ流せないんですけど、まあこれあんまり良くないじゃないですか、あの言語度とね、完全語度の連続語度。
まあ一方は言語度なんで、ちょっとは完全語度、完全語度よりはいいかもしれないですけど、あんまり良くないと言われてますよね。ですが、まあ、まあこれは俺の勝手な考えなんですけど、経過音ならばまあいいかなと。弱拍だし、弱拍っていうか、裏だし、裏の表がこっちだとしたら、裏のリズムですよね、こっちは。なのでまあ言語度もゆる言語度から完全語度のここの連続語度もまあ許されると思いますし、なおさら和音と取りたくないと、非和声音と取りたいということですね、うん、なのでまあうんそうですね。でまあここファはファ、2つのファはファからソに行って、こっちはファからミに行って、こっちはレからミに行くと、ミーミーでまたサード重複ですね。サード重複で、こっちはあれですね、ラシドなんで、まあトニックがここに来て、うん、ちゃんとドミナント音も補充されていると。まあサード重複のトニックコードですね。うん、ですね。でここで刺繍音をちょっと入れて、また同じ和音が続きますね。とでここなんですよね。ここがすごい不協な和音ができるんですよ。これミーミーじゃないですか。下ミー、こっちミーからファーで、こっちがドからレ、これはそのまんまぞ。そうするとあれですよね、ミーミーファーでしょ、ドレ、うん、レーミ、これ見てください、レミーファーソーと、レミーファーソーと全部2度でぶつかるんですよね。そういう不協な音がまあできていると。結構激しい不協ですよね、この音、この音、うん、こういうレミファソって全部2度でぶつかってる集合体っていうかな、近い音の集合体な和音ができてますね。危険な和音ですね。うん、危険な和音っていうか、まあ危険な和音だからこそ解決した時に美しいと。うん、うん、それでまあミファソと来て、まあここ、まあ、僕はこの裏でドミナントの2点和音に行ってると考えるんで、まあそうとしか考えられないと思うんですけど、この場合ね。だから和声リズムが拍リズムとちょっとずれてるんですよね。和声リズムは裏に、2拍目の裏に来てると。拍リズムはここだ、表だとしても。だからこの拍リズムの表はまだ1のまんまですよね。1の1の1点のトニックコードの1点の、うん、だけどちょっと配置変化してて、ミーファーソーっつってソーを重複にしてるんですよね。つまりドミナント音、ここのソとソ、うん、ソーを重複にして、まあ、ここは同じく刺繍音だよな、これな、うん、刺繍音だよね、ドレドと刺繍して、こっちは刺繍しないでそのまま経過音で上がると。経過音、ここ経過音、ここ刺繍音、うん、となってまたトニックコードにして、だけど前と違うのはドミナント音が重複されていると。うん、でですね、今度またドミナントコードにちゃんと行きますよ。で、まあ、ミーからミーレドミーレと行くとレと、つまりドミソ、あソシレのレですよね。だから2点なんですよ。ここはソでソのまんま、ドミナントのまんまにして、こっちがセブンスを作るとソーファーとソーファー、うん、うん、でここはドレドドレドシと、うん、シに行って同音をちゃんと作って、ちゃんとレ、うん、ソ、シ、レ、ファとできてますね。うん、
だからここのセブンスの出来方は経過音的なセブンスの出来方ですね。保留ではなくて、でまあここは普通のまああれですよね。レがドに行って、ソはそのまんまで、シがドに行って、ファがミに行ってつってドミソができてますよね、ちゃんと。うん。でトニックの重複ですよね。ドドとドドドと。うん。でまあここはもう普通にね、また半周詞ですね。トニックからドミナントで、まあ滑らかな進行で。うん。終始でとりあえずフェルマーだということですね。まあここで、まあ、今回ので気になるのはこのすごい、まあ8分音符が多いですよね。このとかとか、うん、これちょっと模倣してるのがお分かりでしょうかね。ここまずここでドシラシドとドシラシドの形、これちょっと気にしてください。これがここでも、まあこの裏から数えるとしたら、ファか、ファ、あ、ファじゃねえや。ちょっと待ってくださいね。あ、そうか、そう、ファミレミファか、ファミレミファとね、ここドシラシドとこれね。あの度数を変えた模倣ですよね、形的に。でここもちょっとまあ完全ではないけど、レドシうんって感じで、ちょっとこういう波の形が似てる感じ。でね、こういう風にさすがバッハで模倣を使ってますね、コラールでも。うん、まあこんな感じでしょうかね。今日は短くサクサクいきましょう。では、まあ、今日のお話ためになったなと思ってくれた方はグッドボタンをお願いします。であとチャンネル登録まだしてない方はチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。